3、4、5、6。そうです。これ一つポイントがあります。体が大きく下がってるんですけど、下がった時に腰を前倒しにこういう状態で絶対に持っていかないでください。起きやすい場所に置かないで。広げます。そうです。このままちょっと肩のラインのこの辺りの筋肉すごい使うので、腕はやっぱ上に持ち上げるので使えるんですけど。